アルラ峡谷で葵様が消息を絶った。で、ヨギリってやつはどうするんだ？どうもその人が何なのかよくわからないんですよね。賢者候補生のやつらに聞いてみたらどうだ。ミッション以外のことであまり干渉したくはないのですが。ではこういうのはどうでしょう。日本から高藤ヨギリを知っている者を召喚するのです。なんだここは。こんにちは。私は賢者シオン。あなたを召喚したものです。賢者召喚？あなたは何を言ってるんですか。高藤ヨギリという方について伺いたいんです。召喚？まさか。いや、異世界があるのなら奴の能力の源泉がそこに。やつの反応がここにある。ここに連れてきたのがあなたたちだというならば救世主だ。僕が人類を代表して感謝の意を伝えようじゃありませんか。どういうことだ。アルファーメは第一問の常時解放確認レベル C を対象として自爆シーケンスを発動します。俺悪くない。警告、周辺の人物はこれ以上離れることを推奨いたします。やだ、助けてくれ。死にたくないんだ。元の世界に返してくれ。一体何なんだこいつは。高藤ヨギリ、一体何者なのです。